愛する兄弟姉妹の皆さん総大会に皆さんを歓迎しますこの大会はさまざまな方法により世界中で視聴されていますこの大きな大会のために複雑な実務をこなしてくださっている皆さんに感謝しています今年の4月に一堂に会してから教会の技は妨げられることなく進んでいます 私は恵まれて4つの新しい神殿を封建する特権に預かりました大官庁会顧問と中央幹部に同行してもらいアリゾナ州平原ブリティッシュコロンビア州バンクーバーフィリピンのセブシティそしてウクライナのキエフに行きましたどの土地の神殿も堂々として美しく教会員の生活を祝福していますまたどの神殿も私たちと異なる信仰を持つ人たちに良い影響を与えています それぞれぞの神殿の封建前には文化の祭典を鑑賞する特権に預かりました出演したのは若い人たちだけではありませんあまり若くない人たちもいましたこのような行事は通常大きなスタジアムで開催されるのですがキエフでは美しい宮殿に皆が集まりました踊りや歌楽器の演奏展示作品は見事でしたこれらの行事に携わった皆さんに賛辞を送り また私の愛をお伝えしますどの神殿もその封建式では御霊をよく味わうことができましたすべての封建式で主の御霊を感じました来月にはハワイ州ライエ神殿を再封建しますこれは教会で最も古い神殿の一つで何ヶ月もかけて全面的に改装されましたこの神聖な機会を楽しみにしています 私たちはこれからも神殿を建設していきます。今朝、新たに5つの神殿用地の購入を発表できることを嬉しく思います。これらの神殿は、向こう何ヶ月、また何年かのうちに、次の場所で建設されます。ポルトガル・リスボン、インディアナ州・インディアナポリス、フィリピン・ウラダネタ、コネチカット州・ハートフォード、メキシコ・ティフアーナ、 神殿で行われる儀式は私たちの救いと亡くなった愛する人たちの救いにとって不可欠なものです教会にとってますます身近なものとなってくる神殿に引き続き忠実に参入するよう願っていますさて今朝の和社の話を聞く前に私が深く心にかけていることを話してもよいでしょうか注意深く聞く価値のあることです 伝道活動についてお話ししますまずアロン神権の若い男性の皆さんと長老になる若い男性の皆さんに預言者たちが長年教えてきたことを繰り返しますふさわしくその能力がある全ての若い男性は伝道に出る準備をするべきです伝道に出ることは神権者の義務です非常に多くのものを頂い,いている私たちに主が望んでおられる義務なのです若い男性の皆さん 私は皆さんに宣教師として奉仕をする準備をするよう勧告します。自分を清く保ち、純粋に保ち、主を代表するにふさわしいものとなってください。健康と体力を維持してください。成分を研究してください。セミナリーやインスティテュートがある地域ではそれに出席してください。宣教師の手引きである私の福音を述べ伝えなさいに精通してください。若い女性の皆さん。 皆さんには専任宣教師として奉仕するという若い男性と同じ親権者の義務はありませんが宣教師として価値ある貢献ができます。皆さんの奉仕を歓迎します。そして熟年の兄弟姉妹の皆さん、私たちは熟年の夫婦をもっと大勢必要としています。現在奉仕している、また過去に奉仕してくださった忠実な夫婦の皆さん。 イエス・キリストの福音に対する皆さんの信仰と献身的な奉仕に感謝しています皆さんは進んでよく奉仕してくださり非常に良い働きをしてくださいます夫婦宣教師として奉仕できる時期がまだ来ていない皆さんには伴侶とともに夫婦宣教師に召される日のために今準備するよう強くお勧めします状況が許し定年退職できるようになって健康状態が良好であれば 家を離れて先人宣教師として奉仕してください夫婦揃って先人で主の技に携わることで得られる素晴らしい御霊と充実感を味わう機会はそう滅多にあるものではありませんさて兄弟姉妹の皆さんこの2日間皆さんが主のしもべたちの言葉を聞くときに主の御霊を受けることができますように 皆さん一人一人にこの祝福がありますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン